レミドミドミョー、アニュアンセヨミアミダー。こんばんは、みよこと宮崎美穂です。超久しぶりじゃないこの企画。超久しぶりですね。しかも結構いつも、はい、あの大反響をいただいている、はい、久しぶりに帰ってきました。え、なんだっけ。はい、久しぶりにやってきました、韓国人が教える日本人も知らないマッチングショーだ。いや、ちょっとさ、コロナ禍ということもあり、ちょっと外食結構控えてたんですけど、今回は久しぶりにこの企画を皆さんにお届けできるということで、本日行くお店はこちらです。ハンガンスルレです。ハンガンスルレってさ、何ですか？テロップに出します。なんか踊りみたいな。踊ってるもんね。なんかそうですね、こういう感じで踊るんですよ、黄金の。あ、カンガンスレっていう踊りがある。カンガンスレ、カンガンスレみたいな。だそうです、皆さん。というわけで、なんか私初めて来たんですけど、ちょっと韓国人のね方に実際におすすめ料理を聞いて、はい、辛口レビューしていきたいと思います。めっちゃ綺麗なお店。じゃ行きましょうか。おごしカンガンスレ。やばい、キムチヘムルチヂミです。ミャオチャンネルでカムジャタンの店行って、その時にもチヂミがあったんですけど、ちょっと私あんまりチヂミ頼まないんですよ。なぜならば当たり外れがあるから。そうですね、お店によって味違いますよね。そうそうそう、だから絶対に美味しいっていう確信がないと食べないんですよ、チヂミは。いや、ないからね、ここの店は。まだ食べてみます。いただきます。うん、うわ、これマジ全部食べれる一人で。どうですか。言うまでもない、美味しすぎる。しかも具がすごいの、超いっぱい入ってる。最高。食べてみようか。うん、うん、おいしい、息がいい、新鮮。うん、え、韓国でもさ、ごま油ですか？ごま油、あれじゃないんですか？チョコチュジャン。うん、食べたことありますか？これでいいですか？うん、吸盤がすごい。うん、この中に全部食ってる。逃げちゃいそうだもん。美味しいです。ほらほら、苦手な人いますか、これ。苦手な人いますね。なんで？なんで黒い。美味しいやん。こんなにさ、太ってるさ、魚なんていないよな。なんかね、私が好きな韓定食のお店が韓国にあるんですけど、そこのお店がこの魚がめっちゃ美味しいとこなの。美味しそう。この、見て、この身やばくない？
まっ。垂れてるって好きじゃないと思ったら、うん、なんかアジタラタラだってタラに似てるらしいです。手近よりもさ、日本で食べることそうそうないんだけど、私お肉が柔らかそう。いただきます。手近よりだから豚ですよ、豚あ、待って、マジでやばい、マジでやばい、人生手近に別になった辛いですか？全然辛くない。だからマネージャーさんも食べられます意外とさっぱりしてます、うん、韓国料理ってさ、ニンニク強いしさ、胃に難しくないと思いがちだけど、めっちゃ食べやすい味してる、うん、美味しい。じゃがいももめっちゃ柔らかい。お肉がね、めっちゃ柔らかい。あとね、あれ、トップも入ってる、お餅も、うん、おいしい。こちらコングクスです。なんかさ、私さ、結構コングクスの話をしてたんですけど、初めて食べるんですよ、コングクス。何なんか、なんていうの、住んでみたいな感じでさ、ちょっと怖いなみたいな、わかる？食わず嫌いって、うん、だったんですけど、今日初めて食べて、トマトも食べれないし、きな粉も食べれないんだけど、私で、お砂糖入れて食べる方もいらっしゃるって聞いて。あ、いますね。私意外と塩じゃなくて砂糖派かもしれない。苦手です登場したコングスと何が違いますか？初めてのコングスは別に想像した味とかがあるわけじゃなくて、うん、どういうものか全く分からなかったんですよ、日本にこういうのないから。でも一回食べてみたいなと思ってて、今日食べれたんですけど、良かったですけど、ただもう二度と食べないかなって感じこれ黒豆ですもんね、他に違うのとかあったらって感じです。はい、というわけで、ね、今日は久しぶりに韓国料理食べに来まして、コングクス食べましたし、とってもいい経験になりました今日ご紹介したカンカンスルレさん、あの赤坂にありますので、足を運んでみてください。今日食べたの本当に私は全力でおすすめしますので。でもなんか、このお店のいいなって思ったところは、あんまり日本では食べられない韓国料理がすごい修行かったなって感じでした。ぜひ来てみてはいかがでしょうか。というわけで、クローン2番アンニョン。I'll be filthy rich, but 걱정 따윈 없지 not an inch. 패밀어 따위는 너 언제나 보이는 건 no no. 속도로 내야 돼 huh? Pedal to the metal, yeah. I don't really care, just move out of my way.